島さんの日記にあったお守りか。見た感じ女の子のものみたいだな。色も模様も。これをずっと持ってたってことは手島さんの元素力が残ってるかも。これで何かできないかな。ずっとこのままならいいのにな。エレクトロ。拾うのか。見つけた。ここが手島さんがよく来てた場所みたいだ。地面に動かした痕跡があるぞ。もしかして手島さん、何かお宝をここに隠してて、それでずっとこの村に残ってたのか。手島さんが30年も守ってきたお宝、きっとすごいんだろうな。早く掘り出してみようぜ。これは手紙。時間が経ちすぎてて、もう黄ばんでるぞ。本田村、聞き覚えのある名前だな。どこだっけ。なるほど。えってことは手島さん、ここでずっと人を待ってたのか。でももう30年も経てるんだぞ。まだ現れてないなんて。Is it because the person that he's waiting for has maybe died because of the vision hunt decree? とりあえずこれらを手島さんに渡そう。 That's kind of sad. I mean, technically Inazuma is sad, but... そうだ。この日記にあるのは確かに俺の筆跡だ。それに書いてあることはもう忘れたが、しかし俺は確かにここで誰かを待っていた。その間毎日起きた面白い出来事を記録した。再会した時にこの30年もの月日を彼女に聞かせるために。いろんなことが起きたな。時間が過ぎるのは早い。もうこんなにも経っていた。どうしてこんな重要なことを忘れていたんだ。よく考えると神の目を奪われてから自分の中が空っぽになった気がする。愛も後悔も彼女に関することも全て消えた。そうでもない。彼女が誰かさえも忘れているしな。彼女の姿、声、俺と経験した出来事、全て忘れてしまった。初めから彼女がいなかったかのように、全てが儚い夢だったかのように。それはもういい。こんなにも待ったんだ。これからも待ち続けよう。ただ本当に彼女に会えたとしても、名前すら口にできなかったら彼女は悲しく思うだろうか。Oh, this reminds me of that one story of like, a man just trying to find his wife's, not remains per se, but like her body from like, I think it was a plane crash or something. I forgot the details. It's not particularly similar of like waiting, but at the same time that loyalty is just...Man, I mean, I did ask for this, but God damn it, man. それを考えると、俺の心は確かに悲しくなる。おかしいな。彼女のことはもう覚えてないのに、どうしてこんな思いを抱くんだ。何はともあれ、俺がここに残る理由を取り戻してくれてありがとう。ここに残って、彼女を待ち続けるよ。
手島さんはそんなに悲しくないって言ってたけど、なんかオイラはすっごく悲しいぞ。彩香とトーマが言ったように、神の目を失ったら願いと関係あるすべてが同時に失われるのかもな。これが手島さんがあんなことになった原因だと思う。オイラたち手島さんの役に立てたかな。はい、次の人を探しに行こう。彩香からの情報だと、二人目の神の目を奪われた人って天領奉行の武士だったよな。 God damn it, man. I did ask for this. I did ask for this. Like, in my update and review, I did ask this. It's time Genshin does this as well, but God damn, bro. これは？おかしいぞ。天領奉行って将軍の管轄下にあるんだろ？稲妻の治安維持を任されてる。なんで自分たちの仲間に手を出してるんだ？わからない。ちょっと待て。あっちで何か騒ぎが起きてるぞ。今月のお救い前、それを渡すかどうか聞いてるんだ。俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。納得のいく説明をしてもらうまで帰れると思うな。何度も言ったように、俺はお救い米なんてものは知らない。まだ嘘をつくか。命に関わる食料なんだ。お前たち武士に横領されるためのものじゃねえ。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。誰だ、黒沢の仲間か？いやいや、オイラたちはただの通りすがりだ。なんだか騒がしかったから何があったのか見に来たんだ。そうか、ちょうどよかった。お前たちからも何か言ってやってくれ。こいつは黒沢っていう武士で、幕府軍の人間だ。幕府軍はこの近くでお救い米を配っていて、こいつがその責任者でな。以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて食料を横領するつもりなんだよ。俺たちの気持ちは考えてくれないのか。道理で神の目も奪われるわけだ。雷電将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろう。こいつが彩香の言ってたやつか。でもなんで彩香はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだ。とりあえずこの黒沢って武士がどう思ってるのか聞いてみよう。It's funny how they say it like that, even though they're like, he's literally in front of us. Like, okay. 何がお救い米だ。そんなこと聞かされてない。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺にお救い米があるとしたら、こんなに貧しいわけないだろう。笑えるぜ。Does getting your vision taken?Also, sort of makes you forget about stuff as well, not just your dreams and ambitions. 俺も食べるものにありつけてないってのに。用がないならもう言ってくれ。まだや、確かにそれは本当のことだ。幕府軍にやつ、俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか、仕事をサボってるとか、ライデン将軍に忠実じゃないとか言って。俺の神の目を押収しやがった。おかしいな。お前もメガリレーの執行者だろ。なんでメガリレーに不満を抱いてるんだ。それは正直もう覚えてない。ただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる。今は忘れただけならまだしも、心がなんかモヤモヤするんだ。お救い米と関係はあるのか？
お救い米の横領なんてしてない。言っただろ、お救い米があったらこんな苦しい生活誰がするって言うんだ。それに俺の家はさっき放蕩団に強盗に入られたばかりだ。で、放蕩団を追っている途中、あいつらに止められたんだ。信じないって言うなら、放蕩団どもを懲らしめて俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさ。うーん、嘘を言っているようには見えなかったな。でも確証はない。やっぱり放蕩団のやつを捕まえて聞いてみよう。放蕩団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだ。まだ遠くに行ってないうちに早く追いかけようぜ。All right, more world quests. God damn. Aniki, 今日はなかなかの収穫だったな。俺たちが行った武士たちの家、貧しかった一人を除けば、他はみんな裕福でがっぷり稼げた。これくらいどうってことね。今日の成果は、俺たちが億万長者になる一歩目に過ぎないんだからな。今日ここからお前たちを引き連れ、ヌスットの世界で偉業を成し、一躍有名になってやるぜ。兄貴万歳。どうやらあいつらがオイラたちの探してる放蕩団みたいだな。はい、相手を難攻不落。天道、ここにあり。くそ、なんでこんな俺の金が、頑張って盗んできた俺たちの成果が。 That was clean. 兄貴、なんとかしてくれ。そのいい身のこなしだな。放蕩団に入って俺たちと大事をなす気はないか。黒沢、まさかあいつに言われてきたのか。黒沢の家はどうだったんだよ。食料がたくさんあったんだろ。食料なもんねえよ。汚ねえ家の中だったぜ。他の奴らに見られたくなかったから戻ってから開けようと。そんな時にお前らに捕まっちまった。まだ少しは誠意が残ってるみたいだな。早く開けてみてくれ。あ、これは借用書？それにたくさんあるぞ。雑貨店の葵さんから借りたお金の借用書みたいだ。うわ、結構な大金だぞ。一体どういうことなんだろう。雑貨店に行って聞いてみようぜ。おい、お前たちはもう行っていいぞ。もうこんなことやるなよ。へい、ありがとうございます、若頭。借用書で手を打てたってことは俺たち儲かったんじゃないか。早くつながるぞ。 All right, I mean, okay. Talk to Aoi. 誰？ Let me click on it. Holy shit. Aoi って誰？この子か。何でもありなつくも物、何かお求めですか？それとも何か聞きたいことでもあるのでしょうか？黒沢さんのお友達でしたか。お客様は黒沢さんの代わりに借金を返しに来たのですか？いや、オイラたちはただこの借用書のことを知りたくて。黒沢さんはどうしてこんなにモラを借りたんだ。ここで何か貴重なものでも買ったのか。そうです、黒沢さんは定期的にここで大量の食料を購入されています。しかし近頃は食料も値段が上がり、黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしょう。お救い米ってそういう経緯だったんだな。でもなんで昔と同じ量を買ってたんだ。
食料の値段が上がったんなら少なめに買えばいいだろう。考えてもみてください。お救い米を受け取りに行く人々はその食料がどれほどの期間持つか事前に考えておくのが普通ですよね。昼夜問わず綿密な計画をしたにもかかわらず手に入ったのが予想より少なかったら、人々の気持ちを大事に思い借金をしてでも以前と同じ量の食料を買えてきたのです。過去に渡してきた食料は黒沢さんが全部自分で買ったものだったのか。なのに周囲の人から感謝されるどころかずっと責められて。人の態度は自身の置かれている状況によって変わるものです。生きるということに関してほとんどの人は他のことに気を回す余裕がなくなります。私からすれば黒沢さんがお救い米の出所を最初から話していればこのような面倒事も減っていたと思います。もちろん減るだけですが、彼がしたことは花から骨折り損のくたびれ儲けです。彼がどうしてお金を払ってお救い米を買ったのか、どうしてそれを公表して感謝されることをしなかったのか、私にも分かりません。もし気になるのでしたら黒沢さんに直接聞いてみてはいかがでしょう。ああ、そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。それは厄介ですね。もし借金を返せないのでしたら彼が大事にしていた刀を売るしかないかもしれません。刀？なんだそれ。黒沢さんから聞いていませんか？一年中身につけているほど彼には大事な刀があるんです。私も昔彼にその刀の来歴を聞いたのですが、これは父から譲り受けたものでどんな高値でも売らないとだけ言われました。当時は少し残念に思ったほどです。何せ私はこの世の万物は値段で測ることができ、相応のもらを払えば何でも買えると思っていましたので、黒沢さんに刀の事情を聞いてみてください。もちろんその前にこちらでのお会計を済ませてくださいね。でもオイラたち何も買ってないぞ。情報も売り物の一つ。そうでしょ？そうやな。まあ確かに黒沢さんの情報は高くはつきませんね。少なくともお救い米の事情が分かったんだ。本人に聞いてみよう。 Imagine if we don't even have a 2K model. Imagine that. It's so far away. Oh my god.Maybe not. Yeah, maybe not. あれ、お前一人しかいないのか？まだ続けるなら刀を抜くと言ったら二人とも言ったよ。やっぱりこいつは言葉で話すよりも便利だ。そういえば砲塔団のことはもう調べたのか？大体こんな感じだ。お前は確かにお救い米を配ってたけど、自分のお金で買ったものだったんだ。どうして昔の俺はそんなやつだったのか全く覚えがない。今お前たちに言われ振り返ってみても何も思い出せない。昔の俺はどうしてそんなことをやってたんだ。骨折り損じゃないか。理解できない。でも確かにさっきこの刀を握ってあの二人を脅そうとした時、体が本能的に抵抗するのを感じた。この刀昔は俺の親父が台頭していたものだったんだ。小さい頃親父からそれを盗んで近所のガキたちの前で見せびらかしたのを覚えてる。その後親父にこっぴどく叱られたがな。親父は
なんて言ってたっけ。神の目が奪われてから何か大切なものを忘れたような気がするんだ。ただ親父はこの刀には自分の心情があるって言ってたのを覚えてる。その時に言ってくれたんだ。この刀を持てばきっと。あれ、よく見ると刀の絵に何か文字が刻んであるぞ。旅人、何が刻んであるのかわかるか。仁義。それだったらこの状況も説明がつくような気がするな。借金をしてでも他人の幸せを願う、それが俺にとっての最大の願いだったんだろう。だが仁義なんて何になる。その道に従って自分の金でお救い米を買った、結果はどうだ。天領奉行に神の目を奪われ、俺が助けていた人々からも理解されない。なのにあいつらに刀を向けた時、それでも心が痛んだ。俺は善人になんかなれない、悪人にも。じゃあ俺は一体。こいつもかわいそうな人だったんだな。借金のことはトーマに相談してみよう。シャブ業なら支援してくれるだろ。大事な刀を売るわけにはいかないからな。おお、願いを失うのって恐ろしいことなんだな。お前に神の目がなくてよかった。次の神の目を失った人のところに行こう。 Okay, so we don't really have like an immediate not response, but like answer to help Kurosawa. Okay, I guess we'll just go next.